月刊そーこは座談会オッケー。はい。はい。じゃあ、次は店主笠川天馬です。よろしくお願いします。これはもうでも勝ち目がなかなかないぐらいしたら出てくる。ああ、まあ引きしないですよ。こ、うん、んなもん。もうね、でも全然採用されへんかったら。うん、この二人がね、そもそもボーカルで自分で詩書いてるから。なかなかいやこれ多分あんま関係ないその意向に沿ってくれへん感じがいやだ誰かあカッさんの意向にってことあなるほどなるほどまあ始めましょうかねなんかもう言い訳が多いですよね店主笠子は言い訳が多いですよねでもなんか後で俺が後やったからみたいな言い訳されるの嫌いやないないない別に引きっちゅうか俺うまいから分かれへんもんもう発想がめちゃめちゃ ネガティブになってくるよ、ね、恐ろしいぐらいにこれ意味わからん単語があんねんな難しいなさあそこ行きますねはい、はいはい、始まった方向ああいいですねこれはどういう意味なの方向とあの叫ぶよう僕ね最近ようカッさんが言ってそうな言葉です逆らえない秒針みんなうまいなこれも最近よう言ってそうです時間ないとは確かにちょっと俺言葉がわからないんですけど、はい、言葉で意味わからないけど、はい、残念なセシルこれちょっと今回の意味が人名を入れてみたんですこれまずセシルって何ですかセシルはなんかいい感じの外人っぽいです外人っぽいなんか自分の性格に合うかな確かめるああ、なるほどなるほど確かに確認作業はすごく大事です、うん、ああでもこれめっちゃ大事な確かめるにかかんないますよライブハウスで大事人の名前忘れたらブッキングしてるバンドの名前忘れたらあかんから僕もうほんとね全くカッさんと関係ないバンドがもうポン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 入ってきますよあそう僕も出しましたので大丈夫ですこのあもうターン、はい、俺もうこれないなまあでも体現今回はちょっともうなんかあれですね単語のワンワードみたいなのを、はい、あやばい、はい、行きましょうかどっから行きましょうかねでも逆らえない秒針が一番 ね、はい、で始まっそこから始まった方向めちゃ叫んでるんですよね。さからんと、おい、時間くれ、たまむないみたいな。もう時間ない、たまむみたいな。このままですか。やばいやってる、やばい、やってる、やばい、やってる、めちゃめちゃ、やってる、わかる、やってる。ほんまに、多分意識やけど、やばい、ほんまにやばい時、ここよく三平みたいな感じ。いや、もう三平以上の地でんじゃん。マジでそれは知らんかったマジでこのあなたの癖ですねああいいですねありがとう方向はい何がなんか名前を確かめないの確かめないといけないんですかあなるほどああ始まった方向は名前が分からんなって思ってあいつダメだったっけじゃあマジですか確かめるダメダメいや意味わからない意味がわからへんけどさっきセシルやったセシルか不安ちょっとわからへんねや残念なセシルあちゃう残念なのじゃあ省いたとしてセシルやったセシルセシルかな多分ね確かめる名前なんかもうつなげないですよ確かめる名前セシル俺お前多分ビジュアル系なんですよビジュアルまず名前忘れてもめっちゃ重要ですよいやいや忘れたわけじゃないセシルは知らんしねセシルやったっけなと思ってセシルさんですかみたいなその個人名か名前かもう分からない源氏なんか分からないそれで考えたらもうちょっとあと全部落選させたいですね体現背景嬉しい残念なわうん、落としましょうか落とした方が次に行けるかなこれでじゃあ2行かけたこれね、僕今ふと
思いついたルールなんですけど、はい、ちょっと笠原さんこのままじゃきついじゃないですか、はい、きついですよこれ、今持ってる手札から、はい、今から残したいもの、はい、を最高3枚まで、はい、別に1枚だけ残すんでもいいですだから取り替えていいですこっからうん、残してあなるほどね、はい、今持ってたやつは捨てちゃってください、はい、残したいのは最高3枚までです分かりました今やらなきゃいけない、はい、だから2枚はもう変えなきゃダメってことです今2枚を変えなきゃいけない、はい、2枚は絶対変えないはい分かりましたこれをほんならそっち捨てさせてもらって、はい、なるほどこうですねでみんなってこと全員俺だけじゃない全員なのやばい、これは来たよ。いいやつやな。これは持っていきたいな。僕ね、めちゃくちゃベタなワードらしいです。いいっす。かけがえのない思い。おお、はい。セシル不安になるの。いやでもね、俺セシル不安の次にはもう俺が取ってもいいですか。ああ、その後ですか。はい、それでもご都合主義。自爆出て。ちょっとすまない僕いきなり出していいですか、はい、一生懸命絶望っていうのすごいね楽しい絶望俺でもこれ結構自分に当てはまるかもしれない熟練された口笛ああなんかもう口笛上手いですか口笛上手かった口笛上手いんですいやこれ絶望はどこにでも拭いてるとここれぶっちゃけ絶望はどこでも行きます熟練された絶望はいやなんかその逆境から立ち上がってくる感じがね一生懸命楽しいって言ってんのに、はい、そういうところちょっと考えたんやけど年老いた熟練された絶望っていうむちゃくちゃ絶望やむちゃくちゃ絶望してるよ何にそんなに絶望してるのそうなの口笛ってすごいです口笛楽しいってすごいやば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 いいやもう全然楽しくないやん楽しくないやんめっちゃ口笛楽しそうに全然楽しくないやろそれみたいなもう抵抗やもうわーみたいな最後の瞬間にわーみたいな笑いあれ笑い出したの嘘みたいなやばいいやいやこれはやばいですね俺でもちょっと思ってたのが、はいあのまあ、絶望はまあ来るじゃないですか、はい絶望がまあ来るときに、はいまあ、先に言ったその熟練されたとこう、はい、口笛から切り離すとして熟練された絶望をね、はいはい、熟練されてるね絶望がね、はい、でその後にで、はい、それでも口笛ポジティブそれでも楽しい口笛なんかそれでも口笛楽しい嘘つけ嘘つけ嘘つけやそんなわけだそんなわけだ多分もっと楽しいこといっぱいあるはずやそんなわけやない小4ぐらいいやもうでも戻ってもうてあまりにもショックすぎてちょっといい風にやるなら、うん、あのかけがえない思い一生懸命ごつかすぎて終わってる作られてるやん一生懸命ご都合主義必死やん一生懸命ご都合主義も、うん、かけがえるない思いも熟練されて絶望は全部嘘やそんなんしたことじゃないとめちゃくちゃ辛いな何があってやろなこれ怖い不幸やね多分やっぱ名前が分からないのセシルっていう名前がセシルがねセシルなのかどうなのか分かんないって言ってこれでこうやっぱ年老いた騎兵隊とかああいいですねああいいですあね今はもう出てこなくていいからはいあ雄たけび入れたいですねその後にね年老いた消えたおたけびここでひっくり返すしコロさん控えてもいいですけどそれでもおたけび楽しいあそれでもおたけび楽しい
騎兵隊口笛違ういや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 まあおたけみんな外しましょうかね外しましょうか、はいはい、じゃあ僕から言っていいですかはいどうぞあのめくるめく瞳ごくりどういう誰が生贄になってるんやっていう話い誰が自分の歌が自分の誰が生贄になってるんだと俺もう一個ずつしか出せないから、はい、これはなんかこうみんなに遊びを提供できるかなと七種の何かで使いそう七種の瞳ごくって言いたいですね僕もう行きますよもうこれはもう行きます忘れてしまったエロスこれサビでいいサビの頭でいいんじゃないですか ね、いい感じの年老いた気兵隊でしたね、うん、くせに忘れてあもう忘れてんねやそうそう忘れてしまったんですねすごい年老いたでもその間にちょっと入れたいですごめんなさい平成のっていうせめて昭和で言ってほしかったなえにいたずらせないいたずらせないそれは合ってるかな僕ではもうラスト1枚ですよ僕は、はい、ブラシどこに使うか分からないですかなんか こういうなんかそのライブハウスみたいな元気ライブハウスっぽいワードとか、ね、やばいなほんまそんなん出てこいよ意味わかんない意味わかんない、まあ、電力使ってる感じは、まあ、ちょっと俺合うかもやけどロンリーっていうあロンリーで、はい、平成のロンリーでも七種のロンリーでも七種忘れてしまった忘れてしまったロンリーエロスの忘れてしまったロンリーエロス編成もうラスト1やなこれは絶対使わないとダメでしょってワードがあるんで馬車馬あ馬車馬いいっすねあこれはもう俺が瞳悟空と馬車馬欲しいですよね瞳悟空がめくるめく馬車馬すごいすごいワードですよ俺最後行こうもう、はい、エロスが出たから欲望っていう欲望ね、はい、はい、はい、終わりましたはい、はい、じゃあ出そろったのでなんでこんなに引き当てるわけですかみんな分かんないですよねうん瞳ごくいやもうここねめくるめく馬車馬七種の瞳ごくってきたいなるほどなるほどいいんじゃないですか、ま、それでいきましょうか、はい、めくるめく馬車馬で七種の瞳ごく七種の瞳ごくすごい言われます七種の瞳ごく平成の論理はどうします平成の忘れてしまった平成の論理なんか時代遅れっぽい感じがする忘れてしまったやっぱ平成のエロスが忘れてしまった平成のエロスも捨てがたいんやけどなでも意味つなげるんやったら忘れてしまったまあ確かにね、うん、平成の論理、まあ、エロスだねいたずらエロスとかなんか、まあ、いたずら世代忘れてしまった平成の論理みたいな方がいい欲望世代でもいいですけど、ね、欲望世代いたずら欲望世代欲望ブラシむずいなブラシはむずいブラシどこでもいけそうなブラシとエロスがあるんですか今エロスブラシとかでなんか意味わかんないロスでっかいバイブみたいな感じでエロスすごい必殺技の匂いがするエロスブラシみたいなこれで歌終わりたくないなこれ電動歯ブラシやいやもうガードガードガード何やねエロスってブルブルこれな並べがね、並べがねそうですね、うん、まあ、年老いた兵隊忘れてしまった平成のロンリーの方がいいですね、はい、でめくるめく馬車馬やろめくるめく馬車馬、年老いた騎兵隊の方がいい馬車馬になって年老いた騎兵七種の瞳ごくをどっかに入れてたのにエロスブラシ七種のエロスブラシそら名前ないやろそら名前ないそら言わそらもうわざわざ説明せんでも名前はないよ最初はエロスブラシってなんかそれって感じになってますしっていう七種のエロスブラシはでも僕採用ですね。なんで瞳ごくいらないですか。瞳ごくはじゃあやめときましょう。欲望いたずら世代瞳ごくなんかな。分からない。使うとしたら。ああ。七種のエロスブラシ。
しで終わりますか。そうですね、もう欲望いたずら世代はいたずら世代ってちょっと入れたいんですけど、入るところがないですね。欲望世代の方がいいじゃないですか。欲望世代あ、もうエノスと欲望物、まあ、がやっぱなかった時代というかこれそんな古ないそうですね。高度経済成長期のあたりの匂いがしますね。欲望世代な欲望世代すごいな、並べたらすごい破壊力やな、この子すごいなはい、いいじゃないですか。はい、あ、いいじゃないですか。はい、じゃあ集計しましょう。じゃあこれで完成ですね。一回読んどきましょうかね。逆らえない病死、始まった方向、はい、助かれる名前、接種、不安、かけがえのない思い、一生懸命ご都合主義、熟練された絶望、それでも口笛楽しい、めくるめくまさら、年老いた騎兵隊、忘れてしまった平成の論理、欲望世代、出だしのエロスブラシ消していきましょうか。はい、はい、逆らえない病死は僕ですね。はい、はい、始まった方向、矢田がいっちゃう。はい、はい、そうです。このあたり覚えてないな。確かめるは、カリスマです、はい、名前も僕や。名前違いましたっけ。あ、そうですね、名前してました。で、セシルで、セシル俺やで、不安が僕なんですね。かけがえのない俺やん。はい、はい、来たじゃないですか。あ、かけがえのない思い、僕です。あ、そう、これ2枚出しで僕使いました。なるほど。あ、かけがえ、そうです、かけがえのない思いって、なんかグレーっぽかった一生懸命はやたがい一生懸命、はい、で、ご都合主義が俺。ご都合主義、はい熟練さあ、俺、熟練された絶望、僕ですね、はい、はい、それでも、口笛楽しいが僕です。口笛、俺やわ。はい、それでも、僕ですか。やったん違いますかね。あ、そうですね。はい、口笛と楽しい、はい、で、めくるめくは僕です。はい、場所は馬がやったから。はい、で、年老いた騎兵隊は僕ですね。年老いたは笠原さんですね。騎兵隊がやったからですね、はい、で、忘れてしまった忘れてしまった あれ忘れてしまったって忘れてしまった言ってないわ。僕え僕、あ、やったからですよね。多分僕ですね。平成のは、平成のは僕です。はい、ロンリーは俺ですね。はい、欲望俺ですよ。で、世代で、なんとか世代って誰か。 僕が世代で出したんで。はい、七種の俺やったの。七種のは笠原ですね。で、エロスがやたがいで、はい、ブラシが僕です。ハハ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 。エロスブラシと言ってもらいます。俺もう歌も歌われへん人間やね。これもう最悪やわ。よかった勝てて。怖っ。七種のエロスブラシって何やねん。もう早速考えさせてください。はい、じゃあちょっと賞金券取って、賞金券取って、はい、考えます。最後エンディング笠原さんの歌から始まります。じゃあとりあえず、はい、これではい、3ゲーム終わって、はい、揃いました。笠原さんが、21点、僕が31点、カリスマさん、33点、はい、あ、33点ですね。33点ですね、はい、はい、僕は今回ちょっと肉薄できたので、危なかった。ただやはりチャンピオン強しと、いやー、次は勝つぞと。いやもうこれはもう本当運は関係ないっていうことが僕実証されたんで、これこれちょっと分かってきたけど、思い切りの良さが大事。これ私はそんな言うてること思んないねん。そうですよ、そんなに面白い。でも俺面白いと思って出してるから。やっぱでもこれやっぱこうなってくると、あの審査する人を別に設けた方がやっぱ公平性が、ね、やっぱ僕らちょっとノリで選んでますから。だから組み立てる人が一人おったらええんかね。そうですね、まとめる組み立てる人。そうですね、次回はい、じゃあゲストでどっかのバンドでボーカルを呼んで自分が作る歌詞ならこれを選びますっていうのでやってもらう、ね、そういうのね、こうバスバス切ってもらうみたいな感じの方が、はい、いいじゃないですか。ザ・ヤングあたりああいいですね。ヤングやったらちょっと裏取引できそう。やめてください。まあ結果的にね、はい、笠原ちょっといない、はい、エンディングになりましたね。はい、そうですね。いやまあでも
今日もいい歌が出来上がりましたね。そうですね。そうですね。素晴らしい歌詞だと思います。はい、もう、はい、もう神が作り出したとしか思えないようですね。いや本当にこれ早くアプリ化したいですね。したいですね。いい、はい、アプリになると思いますよ、これ。素晴らしいです。はい、酔っ払ってる時とか素晴らしい。ね、うん、まあ、次回、はい、ここにいない加藤さんの回ということで、はい、あ、そうですね、はい。あなたの知らない第三世界というのを。そうですね。はい、第三世界って何やっていう話からさっきね、ずっとね、やってましたね。どっちの話なんですか、ね、そうそう、分かんないですから、ね。まあ、なんか不思議な話みたいなことだと思うんで。ああ、まあ、はい、そっちで。まあ、ちょっとやっていこうかと。わかりました。はい。まあ、次回も、はい、そうですね、6月の第3月曜日に行います。あ、そうですね。はい。はい。じゃあ、あとそうですね、8月12日に、はい、とりあえず決定しましたけど、はい、ああ、そうですね。はい。僕らの本公演。本公演ですね、はい、それがね。天守笠子の超怖い話、はいはい、やりますよ。今回は1年がかりですもんね、はいはい、今年はね、まだ一応まだ未定なんですけども、先に弾き語りのイベント、はい、音楽イベントをねちょっとやってから、はい、こうみんなで打ち上げ感覚で、そうですね、階段ナイトしようかと思ってますんで、はい、いいですね、はい、もう、はい、本当に毎年何かしら起きてるんで、そうですね、今年も何かしら起きてもらわないとね、はい、そうですね、もうまあ、起きなかったら起きなかったら別にいいんですけど、いいですけどね、まあ、はい、まあ、とりあえずそれもあるんで、はい、今後期待ということで、はい、今後とも総括の中よろしくお願いします。お願いします。では最後、天守笠子のテーマとお別れしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、No. F-Blush.